チーズショップは、モンティ・パイソンが、テレビシリーズ、空飛ぶモンティ・パイソンで放送したスケッチである。このスケッチは、第3シリーズ第7話、サラダの日々で放送された。スケッチの脚本は、ザ・コンプリート、モンティ・パイソン、エス・フライング・サーカス、オール・ザ・アーズ、ボリューム2に収録されている。スケッチは後に1973年のアルバムザ、モンティ・パイソン・マッチング・タイ・アンド・ハンカチに、 収録されたほか、死んだオームスケッチに引き続き、2014年のモンティ・パイソン復活ライブでも上演された。このスケッチのアイデアは、ホークストン港での撮影後に生まれたものである。ホークストン校の撮影で、ジョン・クリーズは船酔いにかかり、セリフを言おうとする間、始終を吐き戻していた。キトの車中で、グレアム・チャップマンはクリーズに何か食べるように進め、 何が欲しいかを尋ねたところ、クリーズはチーズが人かけ欲しいと答えた。薬局を見かけたクリーズは薬局でチーズを買えないだろうかと言い始めた。チャップマンは薬局がチーズを売るなら薬用チーズに違いないから買うには処方箋が必要だろうと答えた。二人はクスクス笑いながらこのアイデアをもとにスケッチの脚本を書くことにした。ところがいざ書き始めてみると 薬局でチーズを求めるという状況は非現実的だとの結論に至る。チーズ屋以外でチーズを買おうとする理由が何かないかを考えた末、クリーズはチーズを買おうとチーズ屋に向かうが、そのチーズ屋にはチーズの在庫が全くないというスケッチを代わりに書こうと決めた。その後チャップマンがクリーズと共にスケッチを書き始めたが、当初クリーズはスケッチを面白いと感じなかった。 一方のチャップマンはこれは面白いと主張し他のパイソンメンバーの前で読み合わせを行うことにした。読み合わせでもギリアム、アイドル、ジョーンズの3人はほとんど反応を示さなかったもののマイケル・ペイリンだけがこのスケッチを気に入りヒステリックに笑い始めて床に転げ落ちた。この様子を他のメンバーは面白がりスケッチは放送に採用された。ジョン・クリーズ演じる 白色ぶった客がチーズ屋を訪れ、もったいぶった言い方で、チーズが欲しいと店主に伝える。店主が表へ出てきて、応対をするが、この店には、世界で最も人気なチーズであるチェダーすらも在庫がない。一度、ウェンズリーデールの時だけ店主が、はい、と勢いよく答えるが、これは、名前が、アーサー・ウェンズリーデールだった店主が、自分の名前を呼ばれたと勘違いして、 返事をしただけだった。店の一角では、ジョーモレッティ演じるブズーキ演奏家の演奏に合わせ、二人の男性が踊っている。客は当初この曲を、音楽の女神テルプシコラーのような調べだと、称賛しているが、客の苛立ちに合わせるように少しずつ、曲の音量が大きくなっていき、しまいには、客は音声を張り上げて、演奏を止めさせる。 男性客のあげるチーズの名前は一つを除いてすべて実在のものだが店に在庫がないためにどんどんと知る人ぞ知るあまり美味しくないチーズになっていく。店主は猫が食べてしまったんだろうなどとチーズがないことへの言い訳を続けついに客はこんなのチーズ屋じゃないと怒り出す。店主はこの店は清潔さで地域一だと自慢すると客はチーズで 汚染されていないんだから当然だろうなと苛立ち気味に返す。最後に客がチーズの在庫が本当にあるのか聞くと、店主はもちろんですよと答える。客はその言葉を信用しようとせず、逆に、もし、いいえと答えたら、お前さんの頭をぶち抜くぞと脅しをかける。店主が正直に、実は在庫がないことを伝えるために、いいえと答えると、 客はたちまち店主の頭を拳銃で撃ち抜く。店主を撃った客は人生のなんと無駄なことよとつぶやき、ステッドソン棒をかぶって立ち去る。画面は崖の上を馬で駆けるカウボーイの映像になり、テロップにはゴロツキチェダーと表示され、画面に大きくフィンと表示されてスケッチが終わる。テレビ版ではこのスケッチはサムペキンパーのサラダの日々につながる。 テレビシリーズで放映されたオリジナル版では、6分足らずのスケッチ中で実に43種類のチーズが登場する。アルバムザ・モンティパイソン・マッチング・タイ・ハンカチに収録されたオーディオ版やライブなどでは、クリーズ演じる客がギリシャのフェタチーズについても言及する。2014年の復活ライブでは、これらのチーズに、スティンキング・ビショップ・アルメニアストリングチーズ、 ジンバブエライノセラスミルクチーズが加わった。以下の表ではオリジナル版での登場順にチーズを並べた。また表で空欄の部分は店主が様々理由をつけて在庫がないと答えた部分である。ベネズエラ産、ビーバーチーズは架空のものだがレシピは出版されたことがあるという。このチーズは映画第4作人生競争曲をもとにしたパソコンゲームモンティパイソン。 エスザミニングオブライフ。シエラエンターテインメントによる、PC アドベンチャーゲームレジャースーツラリー、ラブフォーセール、ウェブ漫画、トライアングルロバートにも登場している。ありがとうございます。